ばんちゃー、シェラージジーコーヒョでございます。今日はアナログでちょっとゲームの画像でも撮ろうかと、いやいやらせですねみたいな感じです。撮り方が分かってるんですけど、金がなくて撮れないという状況でございます。まあいつも通りですね。まあデビジョン2っていうゲームなんですけどね、まあここはまあ練習場みたいなもんです。うん、でただこれは撮りたかっただけですね。さっき撮ったのよりはいいんじゃないかということで、まあやってます。さっきツイッターで上げてたけど、てか見えない、てか数字が見えない。これよく一瞬でみんな見えるよなと思います。こんな一瞬でなぜ見える、パッて投げて当てます。あー一応40万超えてるの、やっぱり分かった分かった。まあとりあえず40万超えててほっとしましたね。40万超えてなかったらどうしようかと今思い出した。自分で爆薬ダメージが1、2、3、4、5、5つついてます。で、10、5つついてるプラス、武器についてるのかな、確か。武器じゃないね。なんだこれ。で、無理症マンの方の、スペシャルで、の方をつけてるんで、なんもなかったっけ。まあいいや。まあこれでね、なんとか、いってるっていう感じもしますね。なかったっけこれって。何もつけないもんなしかなーと思いながらね。まあそんな感じでやってます。まあできればまあ、これでいければ40万だからね、結構なダメージ食らうという感じです。まあそれはそれとしてネタがないというだけこれだけです。単にこれだけのためにやったのかっていう気もしますけどね。まあ、本当どうしましょうって感じです。うん。まあ次がこのゲーム結構好きなんで、とりあえずぼーっとしながらやってると、ストレス発散です。嫌な人いるじゃないですか、たまにリアルで。そういう時のステレス発散の時に、なんか、ちょっと行きたいのはないけど、ジュディシャリースクエア、ジュディシャリースクエアどこよ。もうすでにジュディシャリースクエアがわからない。あった、これか。これ、ぶっ殺しゃいいってやつか。近くにハウスセンターあるから遠い、まあ、そういうのね、ストレス発散にはこのデビジョン2っていうのは結構いいです。他にもいろんなゲームやってみて、やっぱりこれが一番ストレスなくできるというね、うん、そんな感じのゲームです。でどこだったっけ、常にぶっ放してこようという感じです。うん、手だけしか見えないゲームってあるんですよ結構。それよりは、キャラのが見えるっていうのがね、ちょっとやりやすいかなあ、アイテムあっけ。っていう気もします。階段登ってく。いや、エレベーター乗れやっていう突っ込みとかもないですけどね。で、どこ？あれ？どこ今行こうしてんの？こうよな。よし、印がないとわかりません。え？どこやねん。16メートルって言うけど、こっちか。場所的にこっちだな。あ、離れてる。こっちだ。え？どこやねん、16メートル。こんなか？まさかな。いけないじゃん。いけないじゃん。こっち？この、左側に、あるってこと、こっから行けるか。中か。違うか。あれ？違うな。この辺行きたいって言うけど、どこやねん。相手見てあげる、気にしない。この辺か？いやー、敵が見つかんない。そういう時、あれ。どこよ、この S ですって。ここか？あ、ちょっと、ま、この奥か。分かりにくいとこだな。選んだのが欲しいやつだ、俺。はい、セクションにさっきの爆弾です。クラスターマインって言うんだけど。はい、ストレス発散。もう一歩投げる。遠くに敵をそれ遊んで倒す、仕事の時にね、これあと楽ですよね。10間違った。ストレス遊んだ時はこう頭側を打つと、狙ってから打つと、はい一発ですみたいな、てめえらで一発で十分だみたいなね。弾がもったいない。アサルトライフで特攻、あ違ったかな、サブマシンだったかな。あれどこ行った。いいね、上か。
当たってくれ。はい、倒した。モテ増援、いじめかよ。はい、で体力が減っていくという嫌なパターンだな。いやいやいや、結構一人でやると辛いですね、ある意味。まあ一人でもできるんだけどね。で装備の回収もう終わっちゃった。早いね。まあこんな感じでね、うん、ストレス発散にはいい。もっとぶっちゃけもっと出てくると言ってたけど、あーなんか特に梅雨だからもう一個、梅雨だからもう一個ってひでえな。まあ僕ね、この親切に教えてくれるんだけど、たまに道が分かんなくなる。ぶっちゃけ応援いらない、応援要請しないでくれとかツッコミで思わないですけど、なんか寂しいけど、自分しかいないんじゃないかというふと思ったりとかしますかね。人質です。あ、人じゃないかこれ。はい、どこにいる、こっちにいるか。はい、システム起動して、どうせ失敗するの分かってるから、てか見えてない。敵がどこにいるやねん。後ろにもいるじゃん。こいついらない。開いた。当たってけれ。よし。弾込めて。いじめか。突っ込んでくないぞ、また。やべ。突っ込んでくると倒せないんだな。よし。弾は何も、何もできない。失敗したといつも通りです。初め焦りますもんね。失敗しましたとか言ったら、えまた始めるかなみたいな、なんだこりゃみたいなことだけどね。毎回失敗するの分かってると、ああこれだねみたいな。で今度前からくらちょっと壁を作って逃げると。ちなみに今これあげた緑のやつは回復剤です。いいね、これさえあれば少しぐらいな、多少。やべ。突っ込んでこないでくれ。むやみに突っ込んでくると怖いじゃないか。で、コミュニティで、マニュアル操作が必要って、どうせ済むいいか。で、はい、クリアーって感じで。まあ、一刻が短いんでね、長いのもあるけど。まあ、そんな感じです。まあ、警戒レベル上がったりって、うわ、上げちゃうのか、みたいな。まあ3以上じゃないと攻めに行かないけどみたいな感じでやってます。では今日はどうもありがとうございました。打足でした。